シュ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 。少し昔、蒸気機関車が走っていた頃、ビッグシティの港では小さな船が忙しく働いていたんだ。機関車みたいに煙突から煙を吐いて走るタグボートたち、タッグス。広い海からやってきた大きな船も狭い港では動きが不自由だ。そこで押したり引いたり、タッグスたちの出番だ。強い風の中で困ってる船だって力を合わせてこの通り。荷物運びもタッグスの役目だ。本当に海の機関車、港のカブトムシってところだね。さあ、このお話で大活躍するスター戦隊のタッグスたちだ。息のいいのがテンセンス。可愛いチビのサンシャイン、テンセンスと大の仲良しだ。いや、俺がテンセンス。僕、サンシャインです。お前な、小さくなるなって。だって僕小さいんです。こちら、ちょっと気取りやトップハット。違うね、私は綺麗好きなんだ。そしてウキッチョウォーリア。あれれ、またやっちゃった。それからごついビッグマック。おいおい、ごついだけかね。とても物知り OJ じいさん。まあ何十でもやっておればの。かっこいいのはハーキュリー。嵐の海も何のその。出来が違うの。出来がね。潜水艇のグランパスも友達だ。よろしくね。そしてその先頭に立つのがキャプテンスター。スター戦隊の諸君、今日も元気で。やろう。こちらはキャプテンゼロ率いるジェット戦隊。やろうとも、スター戦隊なんかに負けるんじゃねえぞ。Z 戦隊のメンバーはワルのゾランだの。へへへ、ワルだと言ってくれるじゃねえかよ。そしてゼベで、ズグやジップにザクだのがいる。みんな一癖も二癖もあるやつばかり。他にも港にはビリーやイージーゴメスやいろんな仲間もいるんだ。さあ、なんだか事件が起こりそう。それでは始まり、頑張れタッグス、愉快な船の仲間たち。小さくったって力持ち、それがタッグス。港の人気者、押す、引く、運ぶ、何でも来い。僕らタッグス、海の機関車だ。やるぞ。中にはズルもいるけれど、本当は気のいいやつばかり。頑張れタッグス、愉快な船の仲間たち。ビッグシティの港に休みはない。タクシーたちは昼も夜も働いていたんだね。港には汽車やトラックで荷物が運ばれてくる。それを貨物船やフェリーに届けるのはタクシーだ。そして貨物船やフェリーが乗せてきた荷物を鳩場へ運ぶのもタクシーだ。タクシーなしでは港は動きが取れなかったんだね。石炭運びもタックスの仕事だ。みんな汚れるのを嫌がっていたけどね。機関車も工場の機械もその石炭を焚いて動かしていたんだ。徹夜で石炭運びをしていたビッグマックが朝礼に戻ってきた。これはまあびっくりしましたね。まるで石炭袋が浮かんでるみたい。よくも汚れたもんだ。
石炭運びをやってりゃ誰だってこうなるんだ。まあ臭くないだけマシですか。お前なトップガットその顔なんとかなんないのかな。そいつだウォーリア、身だしなみが良くないのだな。スター戦隊の名前を怪我しているね。お前だってゴミ捨て場の仕事の後はシャワーを浴びてるだろう。まあね。トップガット、お前の片眼鏡は綺麗かもしれんが。おや、眼鏡だけですか。汚い仕事から逃げようって。よし、漫才はそれくらいにしておけ。仲間のことを笑うんじゃない。みんな大事な仕事をしてるんだ。分かってますけれどね。トップハット、今日はその首を伸ばしてカーフェリーを港に引いてくる。それからゴミ船を引いて捨てに行く。いいな。ああ、そいつはいいや。私がゴミを捨てに、ウォーリアの仕事でしょう。なら石炭運びをすることだな。ほんと。トップハット、仕事のエリゴノミをするんじゃない。これは命令だ。行きますよ、キャプテンスター。じゃあね。しかしどうして私がゴミをね。しっかり働いてきな。私っていつもズルをしてるみたいですかね。でもトップハットだってちゃんと働いてるですね、オージェイ。そりゃまあな、のんびりしとるように見えてもの。次、オージェイ、造船所のスクリューを受け取り沖の船に届けてくれ。サンシャインは倉庫にいるテンセンスを手伝って、済んだらOJに手を貸す。いいな。はいです。さっさと来いよサンシャイン、こっちの方重くて大仕事なんじゃから。はいです、急ぐです。それからウォーリアとビッグマックはもっと大きな仕事をしてもらう。鉄鋼会社の引っ越し荷物を運ぶんだ。我がスター戦隊が Z の連中よりも大きな荷物を引いていけることを見せてやれ。しかしこれだけは特に覚えておくこと。今日は何年ぶりかの高潮だということ。高潮？いいな。いつもの高潮とはわけが違うんだぞ。了解、くれぐれも気をつけるとしますよ。じゃあビッグマック、途中でシャワーかけてあげるからね。じゃあ行きますかね。港はまるで海が盛り上がったような高潮だ。波止場の上まで水浸しになっているので、テンセンスもサンシャインも仕事にならなかった。海辺の鉄鋼会社では港の反対側へ引っ越しの支度が始まっている。ほら、ビッグミッキーは港でも一番大きなクレーンだ。ちょうど今ビッグミッキーは高くて重い櫓を端気に乗せるところだ。 Z 戦隊のタッグスがこれから引いていくんだ。なんだありゃ、スターの奴らだぜ。ゼベデ、この仕事は Z が全部もらうんじゃなかったのかね。奴らが出る幕はねえはずだがな。なあザク、そういうこと。ところがこっちにも仕事をもらう権利があるんだよね。へへ、俺たちと張り合うだって。2対1でよ。どうして2対1だ、こっちも2人だろ。ウォーリア、おめえは感情に入れてないのよ。味噌カスだからな。どういう意味かな。じゃあ、アバよ。バイバイ、ウォーリア。ん？待てよ、ザクのエンジンの音おかしいぞ。ほんと？おい、ミッキー、早いとこ積んでくれ。はいよ、話は聞いてた。絶対に負けんなよ。ああ、やってやると思う。気をつけろよ、ウォーリア。この高潮の中を背の高い荷物を積んでるんだ。その上、Z 戦隊を追い越そうってんだ。いいな。積み込み完了、しっかりな。ありがとう、ビッグミッキー。じゃあな。やっぱりエンジンおかしいぜ。
言っといたじゃねえか、ちゃんとしときなって。いいってことよ。それよりスターの奴らを何とかしようぜ。なあ、運河を通ってけばこっちが先に着くはずだ。それにだよ、奴らがついてきたって俺たちより先には進めないとだ。ああ、運河は狭いからな。いいぞザク、キャプテンゼロが喜ぶぜ。見ろ、追いついたろ。ん？あいつらどういうつもりだ？運河の方へ向かってるよ。ほほう、近道しようってんだな。なるほど、じゃあついていこう。ダメだ、高潮だから通れないだろうよ。どうして？ヤグラを積んでるだろうが。それで？この高潮に背の高い荷を積んでるんだよ。そうか、橋がある。わかったか、ぶつかって通るのだよ。引き返してきたってもう遅いってことだ。運河の上に架かる橋、中でも低いのが汽車が通る鉄橋だ。ところが Z のザクたち、高潮で海が盛り上がっていることは全然気にしていない。一方こちらはトップハット、ゴミ船ばかりか小さなフェリーまでも引いてきた。これじゃあ狭い橋の下で Z のタンクスたちとすれ違えない。こうした時には後から来た方が早く来た船に道を譲るのが港の決まりだった。なんだなんだ、おい下がるんだ。なんか言ったか。おい、こっちが先に来てるんだ。なんだい。振り返す、後ろに下がるんだ。うるせえ、そっちこそ下がりだ。こっちはうんと幅があるんだぞ。5つ数える前に下がりない。やつら本気だぜ。こっちだって 4！ やってみな。3、いくぞ。2、1。先に橋まで行けたらこっちのもんや。ザク、俺の後についてきて。ゼベデーの方もトップハットも全速力で進む。先に橋をくぐった方が勝ちだからね。待ちだトップハット、あの積み荷を見ろ。あ、ヤグラだ。スティッカーぶち当てられたら負けだ。なんてこった。口ほどにもね、ざまみろだぜザク。Z のタックスの通りで。ああ、いいけど、ヤグラが橋に、バックだ、バックだ、バックしろったら、ああ、ヤグラが！ダメだ、もう間に合わねえ。ああ、やった！助けてくれよ！ああ、Z のやつらのやりそうなことだ。くそ、助けを呼ばれと。緊急事態だ。あそこへもし汽車が通りかかったら一体どうする。待てよ、ヤグラだ。橋桁の下で汽車が通る間支えることができたら、よし、やるぞ。わしも一緒に行くぞ。いいのか、いいのか、スティンカ。行くと言ったんだ、そうしてくれ。トップハットは鉄のヤグラで橋を支えて汽車を通そうというんだ。それしかやってみることはない。橋桁は今にも崩れそうだ。汽車に知らせる暇もない。トップハット間に合うか。
らないぞトップハット。おかげで汽車は無事だった。ヤグラが鉄橋もだ。また来るぞ。貨物列車だぞ。あんたのことを臭いなんて言わんぞ。ゴミ舟は臭くて当たり前。大変な一日だったなサンシャイン。きっとみんなどこかで潮が引くのを待ってたです。のんびりとね、シャワーを浴びたりなんかして。まあね、トップハットなんかその口だろうな。あのトップハットったらいつだってのんびり屋なんだから。あくる日、橋の修理が始まった。その一方で鉄鋼会社は Z 船体の失敗を許さなかった。当たり前だよね。というわけでスター船体は橋の修理ばかりかその会社の仕事も一手に引き受けることになったんだ。スターのタッグス万歳だ。小さくったって力持ち、それがタッグス。港の人気者、押す引く運ぶ何でも来い。僕らタッグス、海の機関車だ。やるぞ。中にはズルもいるけれど本当は気のいいやつばかり。頑張れタッグス、愉快な船の仲間たち。シティの港でも外国からやってくる船は検疫を受ける決まりだった。検疫、怖い病気を持ち込まれないために検査をすることだ。ほら、黄色い旗を上げている。まだ検疫が済んでいない船だ。そして伝染病が見つかったら40日間は港に入ることはできなかったんだ。そんな船は黄色とチェックの旗をつけているからすぐ分かる。その夏は黄色い旗を下ろすことができない船がたくさんいたんだ。
朝早く集まったスター戦隊のタックスたちはイライラしていた。こう毎日朝からジリジリ焼かれてはたまらないですな。まったくこんなひどい夏は初めてじゃよ。 OJ、 エンジンの様子がおかしいで。 OJ じいさんは図鉄屋のバークとフレイヤーに目をつけられていた。古い船を安く買い叩く腹黒い商売人だ。遅刻しまったなサンシャイン。仕方ないです、混んでたんです。おい、朝礼は6時半の決まりだぞ。すいませんキャプテン、船を洗ってたもんで。知ってるか、クズ鉄や役立たずのタックスを買い漁ってる。今度遅刻でもしたら売り飛ばしてやるぞ。分かったか。はいキャプテン。けどエンセンス、 OJ はお前の代わりに消防署の桟橋へ行っておる。エンジンがいかれておるが大丈夫のようなら、お前は検疫を済ませた帆船を引く仕事に回ってくれ。了解キャプテンスター。サンシャインは貨物船のナンタケットを引いてくる。いいな。え、あのボロバケツ。減らず口はやめてさっさと行け。僕クズ徹夜に売られませんよね。毎朝遅れなきゃな。 OJ は港ではただ一つの外輪船、横に水車のついた古い船だった。もう何十年と働いてきたんだね。またエンジンの音が。暑さのせいじゃろか、それとも年か。クズ徹夜のバークとブレイヤーはもうホクホクとしているよ。ひどい暑さが続くと仕事がやりにくくなるものだけれど、港で働く船は休むわけにはいかない。フェリーボートのフルトン号も時間通りに港の端から端を往復していた。車や貨物をいっぱい積んで、その日もフルトン号はいつもと変わりなく仕事に精出していたんだ。やがてとんでもない災難に見舞われるとも知らずにね。沖合からモーターボートが猛烈なスピードで戻ってきた。そして OJ じいさんがフルトンの近くを通りかかった。ああフルトンが来る、気をつけてと。慌てた OJ はバックしようとした。お、あのボートめ、くそ、避けるしかないぞ。このバカ、制限速度を超えてるぞ。その時だ、フルトン号に OJ の端気があった。いいか、エンジンが思うように。ああこんな時に舵を右へじゃ。なんてこった。見る間にフルトン号は傾いた。すまん、エンジンが故障だ。テンセンツ、いいところに来てくれた。大変だ、沈みかけてる。オジェ、俺が引いてくからフェリーの鳩場へ。いやもう手遅れじゃ。なんてこった。だけどやってみなきゃ、まだ沈んではいないんだから。無理じゃ、お前だけでは。一緒に引いてけばなんとかなろうに。エンジンのやつ、キャプテンにも言うとったんじゃ、新しいやつを入れてくれって。いいから早くロープをかけないと。ダメだ、もう遅い。停戦図、あ、沈んでく。どうしよう。サンシャイン、救助の船を消防署へ急いで。はいです。スター戦隊のたまり場にクズ徹夜がやってきた。しつこい連中だ。ああキャプテンスター。なんだね。 OJ のポンコツエンジンがとうとう行かれておるようでね、バーク。ええ、キャプテンどうです、この辺であのじいさんをバラすことをお考えになっては高く引き取りますよ。この前から目をつけてたんですよ。次はそろそろ OJ だとですね。その一方、フルトン号は港の中で沈んだので消防艇がやってくるのも早かった。早速クレーン船が引き上げに取り掛かったんだ。テンセンツは消防艇に訳を話そうとした。わざとぶつけたわけじゃないんですから。それは後だ、詳しい話は後で聞くとするよ。わーっと、フルトンは砂の上にまっすぐ立ってますよ。いいだろう、頼むぞクレーン。よし、上げるぞ。気をつけて。おやおや、何かあるとやってくるのが Z 戦隊のタッグスたち。
何の役にも立ちはしないのにね。これはまたどういうこと、沈んでるフェリーにポンコツタックスにスター戦隊の仕業かい。でかいヘマやったみたいだ。誰がヘマをやったって。もったいない話だ。車なんかを積んでいたんだろ。もう少し早くくれ、手を貸してやったのに。なずく、ああ沈む前になんとかできたんだよ。まあこんなとこに俺様がいてやってもしょうがねえか。行くか、ズク。ズランは閉めたと思ったんだ。スターのタックスがもたついている。それだけZの仕事が増えるという寸法だ。なんてお早いお着きで、反戦のことはまだだ。そうか、遅れちまったと思ったけど。ひどい事故やってんの。やっぱりな。悪いのはあのモタボートなんじゃ。と言いたいんだろ。パトロールボートが戻ってきた。いや、そこで反戦を待ってもダメだ。検疫に引っかかったよ。なんとまあ。なんだと。伝染病の疑いだ。スターのみんなには気の毒だったな。キャプテンスターが喜ぶとは思えないな。なんてこった。やれやれ、なんとかここまでやってきたのに。もしや無駄足を踏んだわけですかな。じゃあこっちは見回りに行ってくるか。見回りだって。海の空気でも吸ってこようってんだ。ズグは帰ってな。ついてかなくていいのかい。いいから行っちまえってんだ。わかりましたよ。またまたなんか企んでるぞ、あのゾランのやつ。信用できないからな。そうだ、サンシャインは貨物船を引きに行く途中なんだ。あのゾラもしかして。サンシャインの仕事を先回りしてか。ああ、奴のやりそうなことだ。行こう、テンセンツ。あんな騒ぎで仕事を取られてはならんぞ。ああ、了解。さてと、えらく張り切ってるようだが、おじいじいさんのエンジン大丈夫かな。まあ私はのんびり行きますか。ところで沖合の貨物船ナンタケットにサンシャインは近づいた。黄色い旗だ。まだ検疫が済んでないということだ。もしかして伝染病にかかっているです。あららら、旗が降りる。どういうこと。なんだか変です。パトロールボートはどこだろう。聞いてみなくちゃ。おい、港へ引いてくれないか。僕、あ、ダメです。ボロバケツ、あ、じゃない、ナンタケットさん、やっぱり変です。気をつけようっと。サンシャインは正しかった。検疫が済まない船にタッグスは横付けできない決まりだ。あっちでもこっちでも黄色い旗立てやがって、仕事にも何もなるし。おい、サンシャイン、なんかいいことでもあるのかよ。なんでもないです。なんでもないのにこんな沖合まで来るわけねえだろ。そりゃまあ仕事に来たですけど。引いてく船もなし、荷物を積んだ橋家もなし、どんな仕事だ。それがその秘密の秘密です。あそこにいるオンボロ船のことだろうが。さあ、どんな秘密だ、話してみな。話したら秘密でなくなるです。ちょうどそこにオージェとテンセンツがやってきた。なんかあったの。あー、なんて言えばいいのか、変なんです。ボロバケツが黄色い旗を横付けしなかったじゃろうな。そうしようと思って近づいたら旗を下ろしたりして。旗を下ろした。それでわかったぜ、秘密というのが。この仕事もらったぜ。やめろズラン、こっちが先だ。よせ、やめろ、無駄じゃ。止まれ、テンセンツ、やめろ、チェニー、ストップ。なんだよ、OJG さん、どうしたんだい。エンジンを無理してまで追いついて。ええか、あの船は検疫を待っとるんじゃ。それとも伝染病が出たかじゃ。けどサンシャインが旗を下ろすのを見たんだ。つまりその時パトロールボートはいたのか。どうなんだサンシャイン。いいえです。それに税関の船なんかも来ておらなんだ。そうじゃろ。それより OJ のエンジン大丈夫です。わしのことよりやっぱりおかしいと思わんか。まだ元気かいじいさん。
くてつやめバカにしよってゾーラあの船を引くつもりだ思った通りだゾランだスター戦隊のたまり場に戻ったテンセンスとサンシャインはオージェイのことを思うと悲しかったまた壊れたなオージェイ俺のことを助けようとして全速力出したからですいいよわしのエンジンはクズ鉄にするしかないんじゃそのようだなそうなるとオージェイお前さんはもうおしまいなんだテンセンス待ってオージェイが止めてくれなかったら今頃俺権益に引っかかってましたよそう、OJ が助けたですその話はするんじゃない涙が出る話だな信じてください俺たち本当のことを言ってるんですなんだって本当なんだなおいキャプテンスターもう一度話し合ってもいいですかねどうやらやっとこさ戻ってきたようだがそのじいさんのことですよ前よりもっとひどくなったようだなブレアいやいやおしまいってことですな今なら高く引き取りますがねえ OJ を売らないでください分かってる OJ は売り物じゃないクズテツヤ帰ってもらおうそんなあのエンジンだけでも引き取るってのはどうですテンセンツ OJ を造船所へ引いていけ新しいエンジンを取り付けてもらうんだ了解キャプテンスターそれじゃ行ってきますありがとうよキャプテンこの恩は忘れんよ待てサンシャイン一緒に行くことはないテンセンスだけで間に合うお前はゴミ集めをしに行け直ちにだはいですはいですありがとうキャプテンスターおいそこの船なんとゲット検疫中の旗を上げておけと言ってあるがどうしたえ検疫法違反で逮捕するぞ今すぐ旗を上げろ早くだなんだこりゃ警備中と知らなかったですよ旗は立ってなかったんでね分かってるかゾランお前も伝染病の疑いを持たれるぞそんなバカなゾランも黄色い旗を上げるんだ今すぐだこのボロバケツめよくも港に入りたかったんだよ誰かに病気を移してまでかよバーク次はゾランに的を絞ったらどうですかうんいいねブレアこの錆びつき具合だともうすぐだななんだオージェがいなかったらテンセンスは検疫に引っかかりテンセンスがいなかったらオージェはクズ鉄にされるところだったゾランは40日間休みを取らされたってわけなんだって力持ちそれがタッグス港の人気者押す引く運ぶ何でも来い僕らタッグス海の機関車だやるぞ中にはズルもいるけれど本当は気のいいやつばかり頑張れタッグス愉快な船の仲間たち夜になると港は濃い霧に包まれるようになったタクスたちはまるで手探りでそろそろ走っていた幽霊でも出てきそうだ怖くないですけれど深い霧の中を走っているとだんだん気味悪くなるものだビッグマックはなんだか背中がゾクゾクしていたその日一緒に仕事をしたクレーン船スカトルバットに怖い話を聞かされたからなんだそれは深い霧の夜に限って現れる船の幽霊バカ信じるもんか誰があんな話
なんだ？ビッグマックの耳に何かが聞こえた。古い倉庫のところまで来るとだんだん大きくなった。誰だね。こんばんは。誰なんだね。さあ早く帰ろう。あれ、船らしいぞ。おい、誰だ。待てよ、変だぞ。エンジンの音もせんではないか。まさか船の幽霊、幽霊船だ。スカトルバットの話は本当だったんだ。なんてこった、捕まった。大変だ。ビッグマックは急いで霧の中へ突っ込んでいった。そして黒い影のような貨物船や小さな船の間を抜けて走りに走った。いつものスター戦隊のたまり場へ。ほう、ビッグマック、何よそんなに慌てて。まるで幽霊でも見たようじゃの。そう、実はその、いや、なんと言えばいいのか、みんな信じないだろうが、笑われるな。何も笑いやしませんよ。さあどうぞどうぞ。だから見たんだ、幽霊船を。はあ、幽霊船を。そうとも、クレーンのスカトルバットに聞かなかったか、嵐で沈んだ船の話を。そいつに追いかけられたって。信じらんないな。この世の中にはいやしないんだ、そんなもの。もうあそこには行くもんか、霧のある間は。ははは、ビッグマックともあろうタンクスがね。でも幽霊っているかもしれないですけど、怖くはないです。いやはや、もうバカバカしい。夜が明けた。スター戦隊の忙しい一日が始まった。ビッグマックは冷やかされ同士だった。もちろんあのことでね。話すんじゃなかったよ。気にするな、霧に化かされただけじゃろ。気にすりゃするほどおかしくなるもんじゃて。ビッグマックがのけど見たんだ、本当に幽霊船がいたんだ。また霧の夜になった。ウォーリアはエビ取りの船たちを引き連れて港へ帰っていた。道案内を頼まれたんだ。おい、ウォーリア、ちゃんと港を向かせるんだろうな。もちろんよ。これでもスター戦隊じゃ一番蚊が冴えてるもん。こんな霧くらい平気平気。安心してオイラについといで。あれれ、いつから土手がこんなところに。危ない。ウォーリアは急いで舵を切ったから無事だった。けれどかわいそうなのはエビ取り船たち。うわー、ウォーリア、やっといたりか。何のやつなんだ、ウォーリア。うるさいな、ちゃんとついて。あれ、なんだ。君の悪い、まさかいや、そんなことはない。そんな幽霊船だ。逃げるんだ。その頃ボロ船のイージーゴメスはそっと怒りを上げていた。誰も見ておらんじゃろうな。霧に紛れてこっそり港へ入るつもりなんだ。いやそうなんか。分かってねえんだな。化け物だってことがよ。何のことかな。引き船なしに入ろうってんだろ。やってみないよ。やり損なったら引いてやってもいいんだぜ。やり損ないはごめんじゃよ。分かってねえよ。金は払うよ。はしたがれじゃごめんだぜ。それで今はそれどころじゃねえんだよ。引いてくれないとなると仕方がないか。意地のやつ、まあ、いつか引いてやるぜ。こんな夜は事故が多いはずだ。カモはいつでも2倍を払うことになってんでな。あ、カモが来るぞ。おい、港へ引いていこうかね。おい、そこの船呼んでるんだぜ。安くしとくからさ、安全に港入れてやるぜ、お安くさ。あれ、なんだありゃ、どうしたんだよ。はい、部屋
素直じゃねえ。そんな、ひょっとするとビッグバグが見た幽霊船だ。いや、捕まえてくる。よせ、来るんじゃねえ。まったくひどい霧じゃって、向こうが見えんということは向こうからも見えんということで、そこでとただで港へ入れるとね。おっと、危ないな。誰だよ、お前さんたちは。おかしいぞ、返事もせんとは。こりゃま、幽霊だわい。勘弁、捕まえないでおくれ。頼むから、連れてかないでおくれよ。幽霊船団は港へ滑り込んでいく。そこへ逃げてきたのがゾランだ。いけねえ、なんだ意地か。まだそこにいたのかよ。ゾラン、引いてておくれ。もう彼はいくらでも払うから。いいぜ、こんな時は誰かと一緒の方がただでもいいくらいだぜ。オージェじいさんは港へ帰るところだった。大きな貨物船を沖合へ引いていく仕事だったんだ。疲れているので近道をしていた。古いクレーンのそばをね。そこもまた押し寄せる霧の向こうに何かありそう。お、なんじゃ。どういうことじゃ。おじい、呼んどるぞ。もしかしてスカトルバットの幽霊。バカな。それにしてもなんてひどい霧じゃろう。機械の音するとひょっとして。いやいや、そんな。なんじゃ、スカトルバット。おい、おじい、そんな狭いとこ、おちおちと仕事もできんじゃないか。幽霊船じゃと思ったかね。冗談にもそんなこと言うんじゃないよ。じゃが幽霊船を見たんじゃろ。信じとるんじゃろ。あれはただの話よ。まあ気をつけて帰ってゆくこった。ただの話か。やれやれ。おう、幽霊船なんてこった。目の前を。見つかったらどうしようかいの。お助け。トップハットも濃い霧の中を帰っていた。おかしいな、そこに船がいるみたいだが、汽笛も鳴らさないし。よし、こっちから合図してみよう。返事がないな。ルール違反だぞ。帰ったら報告してやるからな。いいか、覚えていろよ。なんだ、びっくりするじゃないか。ああ、そうか、汽車か、鉄橋の下だったんだ。はあ、私としたことが慌ててしまって、はあ、あ、そうだ、あの貨物船の間を通れば近道だ。よしよし、これで行こう。その方が安全だからな。それにしても迷子になるなんて私としたことが。テンセンスとサンシャインは浮かぶ灯台船リリーに燃料を運んでいた。ねえ、この霧どうやってリリーが見つかるです。 OJ がさ、お尻を振りながら同じ方から風を受けるようにしろって。そうやると方角を間違えないで行くことができるんだってさ。ちょっと待って、なんでされ。氷が割れる音みたい。嫌な感じね、テンセンツ。なんだろう、気味悪いな。あ、見ろよ。やっぱり幽霊なんだ。けど怖くないです。怖いことなんか。あそこほら、何か湧き立ってる。テンセンツ、怖い。見て、あれを。安全だ。やっぱりただ幽霊船って怖いよ。どうしよう。逃げるです。逃
ょう。消えてくぞ。よかった。朝になった。トップハットはまだ眠っていた。うわあ、頼む、あっちへ行っておくれよ、幽霊さん、お願いだから。あれ、あら、グランパス、そんなとこで何してるの？幽霊が何？あ、いや、その変な夢だったんだな。昨夜は霧に迷ってここで泊まったんだよ。そこにかい？何がおかしい？だってスター戦隊の本部はすぐそこじゃないの。ほら、あら、見ろ、やっと帰ってきた。おー、幽霊船だ。幽霊船が出たぞ。みんな見たとも。テンセンスとサンシャインは大きな帆船をの。あれは確かに幽霊船だった。音も立てず、あれは化け物だ。あ、いやはや私としたことがもう。じゃあトップハットも信じるんだね。シャオ君、何を見たんだね。うん、幽霊船だよ、ハーキュリー。白い船や大きな帆船さ。ネプチューンもです。オイラも見たんだから。ははは、みんなどうかしてるぞ。何が幽霊船だ。じゃあ何です、ゆうべ見たのは。じゃあ話してやる。みんなが見たのはホワイト船団だ。北の海から氷山を追ってきたのさ。氷の砕ける音を聞くためにエンジンを音なしで進むんだ。大型帆船は氷山に閉じ込められて漂っていたのが、暖かい海の水で氷が溶けたんだろう。多分それが水面に飛び上がったんじゃないのかな。サンシャインがネプチューンを見たというのもきっと霧のせいさ。何もかもね。あ、ハーキュリー、ほら後ろ。おお、あれが昨夜の帆船さ。後になってみんなで大笑いをしたけれど、霧の夜の恐ろしさはみんな忘れることはできなかったって。愉快な船の仲間たち、おっきな港で遊ぼうよ。重い荷物はへんちゃらです。やった。僕だって。君の部屋にやってきた、テンセンスとサンシャイン。ワクワクスケール。そしてさらにテンセンスやサンシャインなどタッグスの活躍する絵本も全国書店にて好評発売中。